はい、どうもこんばんは。10月2日金曜日夜9時を回りました。リビードタイムです。パーソナリティのアイズンです。アシスタントのジェニコです。アシスタントの姉です。ぬるっとぬるぬるぬるです。あれ、なんか元気ないですね。聞いてくださいよ。花粉が、もう姉ちゃんの、ね、顔が物語っている。花粉ね、年がら年中何かかんか飛んでるし、今は何なの、なんか。秋花粉ですね。秋花粉って何、あの。稲と豚草です。なるほどね。辛いもん。私はまだ認めないけど鼻は垂れますね。でも鼻声がもうやばい、やばいですよね。だから歌うとなんか、はい、変に引っかかるというか、すぐなんかガラガラつくなるので、なんかあの鼻のところの共鳴点ですか、うん、はい、あそこがなんかうまくこういかないというか。超わかります。わかります、うん、なんか全然うまいこといかないんですよね、うん、そういうのはあの無縁ですかね。俺よくわからないんだよね。よくわからないって鼻水出るか出ないかぐらいわかるでしょ。そんなね、あのほらなんかよく見る花粉症の人みたいにもうなんかノンストップズルズルみたいなことではないんだないんだけど、はい、いやなんか、ね、年中無休でなんかこう微妙な感じなの、これずっとぼーっとしてるとか。まあその、うん、そういうのも常に微妙な感じなの。うん。そう、それもある。鼻の中もなんか微妙な感じ。なんか鼻の通りが決して良くはない。うん。鼻うがいしてみるといいよ。鼻うがい好きだからすごいやるよ。あ、やる、できる人なんだ。私鼻うがいするとね、目から出るんですよ。はい。はい。いやいや、まあ確かに繋がってはいるけど、目から、鼻うがいをやってみたら目から出るし、もううーってなるし、大惨事。ちょっと待って、どういう風にやったのそれは。いや、こんな普通ですよ。普通ってさ、あの、書いてある通りに、こうあのスーって入れて、うん、もう入れた瞬間、うん、涙も出るし、ブイってもなるし、何それはさ、あのさ、結構自力で吸い込む感じ。いいえ、あのこう押し込む感じ、ピュッピュッピュッ。いいえ、力を抜いて、はい、とにかく力を抜いて、はい、だからこれあの容器の圧力でビュッシュッ。そうです。それでもしそれでそこに行くんであれば、はい、その容器の圧力であの変なとこにこうぶち当たっちゃったんだと思うのよ。なんかブシャーってやりすぎたんじゃないのかな。ブシャーって、だから逆に吸引する方にすれば空気の流れは目に行かないから。そしたらだって鼻から水吸ったら。鼻から水吸うんだよ。で、だって鼻に、いや、一緒じゃん。鼻から、だって鼻に液体を注ぎ込むんだから、鼻から、一緒じゃん。液体を吸い込む。そしたら多分私間違いなく、うん、それって喉の方に来るでしょ。いや、まあまあ行くよ、結局。来るでしょ、うん、そしたら間違いなく何か出ますよ。うん、何か出る。結局涙目になるのには変わらないみたいな。シミはしなかったの？染みないけど、もう痛くはない、別に。まあそれはちゃんと拒否してる感じ。へえ。あのね、俺はあの自力で液体作ってやりますけどね。はあ。鼻うがい絶対できないです私。なんで？痛くないですか？いやだから、ね、あ、これなんか前もなんかあれちゃんに聞かれたけど、だからこれこれ、はい、そうだよ、前も言ってないのが言うような気がするんだ。これレシピ教えてあげるからやってみ。いや本当、いやこれちゃんと調べて、俺が考えたレシピじゃないから。あ、これ言ったな俺どっかでな。なんかあれちゃんに高校と言ったけど、なんかすごいなんかとてもスルーされた記憶が今蘇ってきたような気がする。そうですね、あえて言わせていただけたら、もう一回ね、本当に、ね、やった方がいいと思うよ。いやでももう本当にあの、うん、花粉流し込めるのであれば何でもやりたい所存ではあるんですけど、はい、ちょっと鼻うがいだけはちょっと話別じゃないですか、うん、ちょっと別、かなり別だと思う、ね、うん、ちょっともう嫌なんですよ、もう嫌、うん、です。あ、そう、はい、いいと思うけどな、はい、あ、でも今年の、でも今年の秋花粉結構ひどくないですか。ひどい、初めて秋こんなですよね、去年こんなにひどくなかったのに、うん、いや去年もまあそこそこひどかったんですけど、うん、まあ、こんなにひどくなるも、私今年咳も出てますもんだって。あ、うん、わかります。喉もやっぱ
理想だよね。きますきます。喉はすげえかぶくし、喉は痛いし、鼻も痛いし、目かゆいし、うん、だん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 目かゆくて、この間夜中起きました。いやめっちゃわかる。あの喉カポってなって起きました。カポってわかんねえだろうな、アイゼン君には、ね、うん、そうだね。いや本当にもう秋花粉じゃない人全員秋花粉にしてやりたいと思ってますもん。私なんで自分だけがこんなさ、うん、わかるわかる、わかります。なんかイーブンじゃなくないですか、やっぱ神様にちょっとそこはね、うん、リコールが必要。そう、必要だと思います。うん、はいはい、まあそんなわけでですね、花粉の話をまあ長く、うん、ずるずるおめらわよ、本当に。あもう、はい、じゃあ行ってみましょうか。あ、この番組はおい、この番組は台湾インターから車で5分、あ、鼻詰まってますね。ああ、ミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日、ビー地下鉄高等台駅から徒歩2分、本町教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックミュージックスクールの提供でお送りします。はい、はい、ということでね、やっぱ桜がないとなんかちょっといまいちあれだ なそうですね、うん、はい、みんな食べに行ってね。はいはい、はい、さあそんなわけで、はい、 CM です。どうしたって言ってないよ、もう止まらない、今も誰かのためにつおくわないうなや。あ、でもホイッスル系は大丈夫そうですね。なんとかなりそうですね、うん、いやーね、びっくりですよ。CM 開けたら突然、ね、はい、びっくりですけどね。そう、そう、ね、あれですよ、レコーディングで何回か撮った時に、このなんていうか、僕は3歳児バージョンと呼んでるんですけど、これね、いいと思うんです、すごく。うん、いいと思うんです。うん、これはね、全面に本気でね、冗談じゃなくて押し出していくべきだと、私はね、本気で思います。公開してほしいな。これちゃんとやればね、すごい。だからこれで、これしかできないって言うとあれだかもしれないけど、ちゃんと歌えるのとこれと対比して、同じ人間がやってますって言ったら、これ結構ね、称賛されることだと僕は本当に思いますよ、これは。これもかなりの才能だと思います。これね、ぜひなんか、やった方がいいと思うんだよね、なんかね。なんか音楽関係者の方褒めていただけるんですけどね、こうやって。いや、これ本当だよ。ちょっとこれ、やりましょう。なんか。やりましょう。うん。マジっすか。マジっすか。姉のイメージと全然かけ離れたとこにいますけど、大丈夫ですか？大丈夫。ちゃんと、抱き合わせで。抱き合わせで。抱き合わせで。どっちもできるところが、このギャップ萌えですよ。うん。そう、あと、技術的にも、この振り幅は、すごい。うん。びっくりする。ぜひこれはね、世に出すべきだと思います。わかりました。前向きにじゃあ検討させていただきます。さあ、そんなわけで、あれですよね、あれですよね。さあ、今日は花粉に負けず言えるかな。違うんですよ、聞いてくださいよ。なんかさっきちらっとね、ちょっと噂で聞いたんですけど、なんか今週あんまり良くないっていう。いやだ、ちょっとね、そのダメだよ、収録前のその情報をね。そうだよ、そうなんだよ。俺もさ、なんか小耳に挟んでしまったけどさ、ちょっとなんかあんまり良くないっていう、全体的になのでね。はい、いやでもあれですよ、皆さんお忘れかもしれないけど、これ占いですからね、運命じゃねえですから。もう占い、はい、もう運命になってますけど、ね、はい、はい、というわけで、はい、全員個人誌の週刊運勢コーナー。あいや、はいはいはい、はい、今週はまさにじゃ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 ーん。もうやだダメかなんだ、
部ね、あの10月2日でしょ、はい、今日、はい、満月なのかなんか、なんかなの、私確かね、確かって言っちゃダメなんだけど、私はそういうのちゃんとしてるんですけども、これ、事前収録だもんでね、今ちょっと、あの、頭もぼーっとしてるし、あの、ただ、全体的にここまで、おっていうのがなかったのは、今までこのやってきて初めてのことで、ただ出し直すわけにもいかず、そうだよ、そうなんです、それはそうだよ、それはそうだよ、はい、物が違う話になっちゃう、そうなんですよ、だから本当にまあ運命として受け入れるもよし、はい、その方がいいかもしれないね、これね、うん、なるほどね、なので4つの動物さんの中からピンときた動物さんを選んでください。無駄に明るい、明るい感じがさ、もう辛いもんだって。亀さん、ゾウさん、ウサギさん、パンダさん、さて誰だ。亀、パンダ、うん、亀さんとパンダさんね、うん、はい、わかりました。え、動物か。ダメだ、いや、あの、今日全部ドブだっつうからじゃあ、ドブの海だから。え、ちょっと待ってください、ドブレベル何レベルぐらいまでやります。それは後ほどにしましょうか。じゃあ、ゾウさんからいきます。ゾウさんを選んだあなた、今週は特にですね、他人に対しての気遣いを忘れずにいてください。無意識で協調性がなくなっている可能性が十分あります。口先だけとかその場しのぎは見抜かれてしまうので注意しましょう。一見美味しい話と思っても即決せずに吟味してください。で、ゾウさんのラッキーカラーは、あのね、ラッキーカラーでこれ初めて出たんですけど、とにかく光沢のあるもの。お、光沢のあるもの、ツルツルの。ツルツルの。あの、何色でもいいから、とにかく光沢があるもの。これはね、あの、今日はちょっとあまりにも皆さん、あの、よろしくない感じなので、あの、このラッキーカラーとかを、なんでいいのかの意味も、つけてきました。で、光沢あるものは自分が輝くお手伝いをしてくれるので、ちょっと意識して、あの、身につけてみてください。で、ラッキーフードはお味噌汁。うん、あの、料亭の味とかじゃなくて、ちっちゃい頃からの馴染みの味で。うん、そして次、うさぎさんを選んだあなた、実現不可能なことに執着していないでしょうか。古い考えを引きずっていることを捨てるのに良い機会です。本当に悪いですね、全部。はい、無駄がないかよく考えてから動くと良さそうです。衝動買いしそうなので一旦これも保留にしといてください。似てるでしょ。うん、で、うさぎさんのラッキーカラーはパールホワイト。これもさっきの、あの、光沢あるものとちょっと近いんですけども、パールホワイトは、あの、浄化とか神聖な気持ちになるとかっていうので落ち着けてください。で、ラッキーフードは卵料理です。うんうん、そしてどっちから行く？じゃあ俺これでいいよ。亀さんを選んだアイゼン君。はい。じっくりと準備計画を立ててみる一週間にすると良さそうです。おう、おう、諦めてしまってたことや苦手な人との関わり方をよーく考えて、意地を張ってないか今一度見直してみてください。見切り発車には十分気をつけてくださいね。はい。まあ気をつける一週間。おうおうおう、そうだ、思ったより悪くない。よしよしよし。よしよしよし。悪いっていうか、ほら、あの、何に気をつければいいか。いや、そうだよね。分かるからね。みんなそう出しているので、私親切だと思うんですよ。いや、親切だよ。で、ラッキーカラーは緑。おう、これは、あの、言わずと知れた落ち着かせる色なので。緑。で、多分エネルギーはちゃんと補充、エネルギーっていうか瞬発力した方がいいような、ラッキーフードなんですけど、コーヒーとか紅茶とか、まあ、アイゼン君がこれ言っていいんですか、夕方以降あまり取らないようにしているカフェイン系ですね。あ、でも、夕方に紅茶を飲むのは最近習慣なので、あら、あら、まあ、おしゃれじゃないですか。いや、ちょっと、いや、自分で言って自分でハマってます、先生。ね、
この野郎、おい、そうだぞ、悪いかこの野郎。おしゃれでめちゃくちゃ今バカにされて笑われてます今。そう、あのある程度寝れなくならないレベルのカフェインをこのうまく調整して取ることで夜の仕事効率を上げているので、それはすごくいいことだと思います。はい、ただね、なんか今、うん、超絶はい、高そうなティーカップとソーサーのあるやつをこう手に持ちながら、なんかね、ずっとたしなんでるアイゼン君が脳裏に、はい、焼き付いてしまったので、ちょっともう、なんか全然関係ないんですけど、なんか半裸でバスローブとか羽織って紅茶とか飲んでそうじゃないですか。めっちゃ勝手なイメージなんですけど、わかります？そうだ、指摘させていただければ半分ぐらいは当たってかな。半裸は当たってる。夏場半裸だからさ。そう、まあ今まだちょっと半裸時期でもまだちょっとちょい半裸かな。バスローブはないよね。すいません、ちょっといいですか、はい、帰ってこれない占い師の方が一人いらっしゃいます。これは半裸サルエルです。家では、はい、おい半裸サルエル、半裸サルエル、何がおるんだよ。紅茶をたちなむ。うん、そう、紅茶はあれだよ、盛況で買ってきた安物の安くて何があれ、俺カフェインが取りたいだけ。そんなそんなね、しゃれた気分で美味しいティータイムをなんかおしゃれにどうこうじゃないんだよ。俺の目的はこう微妙なカフェインが欲しいんで、眠くならん、夜ちゃんと寝れるけど。すいません、もういいですか、アイジンさん喋るとジェニーコさん帰ってこれないです。あ、そうだね。すいません、言葉発するのやめてもらえてもいいですかね。はい放送事故になるでしょ。では、はい、気を取り直して、はい、パンダさんを選んだ姉様、はい、パンダ、目の前にあることを一つずつ着実にこなしていった方が良さそうです。あそれでね、周囲もうるさく口出してきそうな感じもありますので、はい、これ何か言われても受け流すようにしてくださいね。はい、得意です。はい、そしてね、受け流してさらにあんまりうるさい人は思い切って離れてみるのもいいでしょう。はい、得意です。はい、そして投げやりな気分になっても、はい、もうそぼそと全力で、はい、でも石橋を叩いて渡るこのくらいがちょうど良い一週間になりそうでございます。不得意です。はい、で姉様の、はい、とラッキーカラー、はい、姉様のってパンダさんで、パンダさんのラッキーカラーは、はい、ね、空の色の青。うわ、また青か。ただこの空の色っていうのは、はい、多分ね、真夏の空のイメージが来たんでございますよ。あら、結構スカイブルー、真っ青なで、これは自由を意味するんです。なので、はい、うん、真夏の、はい、高い空の自由な青を、はいはいはい、なんかブルーハワイとか飲んでもいいし、ちょっと寒いかな。はい、でパンダさん、結構イライラすることが多いと思うので、はい、もうラッキーフードは大好物を好きなだけ。甘いな。何この甘やかし。いやでもこれは本当にそうなんです。人それぞれほら好きなものあるでしょ。はい、もうとにかく好きなものを。はい、へえ、うん。じゃあ、オッペシャンのラーメンひたすら食べます。あ、この1週間はもう、はい、ダイエットとかね、そういう、はい、ことは気にしなくていいと思います。はい、やったね、パンダさんたち。はい、パンダさんたち、オッペシャン1週間だよ。はい、オッペシャン食べて。違う、それは姉ちゃんだけの話だな。はい、オッペシャンじゃねえぞ。いや、美味しいんですよ。はい、なのでまあ全体的にですね、はい、なんかちょっと停滞な感じで出たんですけども、まあまあ、ちょっとナーバスな気分になった時には、うん、なんだっけ、半裸でバスローブで、お茶をたしなむアイゼン君を想像してですね、笑いの沼にはまっていただけたらいいと思います。はい、欲しいなーね、本当にね。はい、はい、なんでしょうかね、はい、なんでしょうかね。はい、でもなんかやっぱそれぞれのこうイメージってありません？あります、ね、これしてそう、ね、うんうんうん、それしてそう、うん、あれしてそう、同じお茶を飲んでるでもね、はい、なんかね
なんでこれあれですかね、あのね、ラジオを聴く皆様で、あの私のビジュアルわからない方はですね、あのいろいろの YouTube とかで、あのアイゼンイングリッシュとかで検索してみてください。なんか出ますから。はい、コンタ先生はゴリマッチョと言いますね。ゴリマッチョで検索しても多分出ないからな。そこは出ねえぞ。はい、はい、そんなわけですけどね、はい、そっか、良いなので皆様、あの慎重にお過ごしいただけると良いかなと思います、うん、あくまで参考になさってください、はい、良い1週間をお過ごしくださいませ、はい、なるほどね、はいはい、いや大変だな、あの俺先週は先週でこれなんだっけ、サファイア探し、探せたんですか、あのね、ほら、あの今収録だからさ、我々の時間軸的にはまだあのサファイア中なんで、ああ、うん、そう大変ですよサファイア、なかなかね、うん、なかなか見つからないねサファイアね、本当に行ってるんですか、そこはでも今から行ったら、あの、まあ、まいろいろ間に合わないですよねいやわかんない、だっていやそんなこと言ったってそもそも1週間でどうするって話でしょ1週間あれば海外行ってこれるじゃないですか、いやただ行って帰ってくるだったらいいけどさ、サファイアを探して、うん、ね、もうその辺で買えばいいじゃないですかサファイア、あ、うん、いやでもそうか、ちゃんと2人分ねって先週言ってたんですけども、いやそう考えるとさ、あの今週はさ、今週ってあの、ね、この2日3日以降のあれはさ、あの、ね、あのゆっくりできるからいいじゃないですか、ゆっくりできる、紅茶を渡すからもういい加減紅茶から離れなさい、ね、あの私のファンの方がですね、はい、あの毎週毎週ツイートしてくれるんですよ、はい、ありがたいことに、はい、実況中継をこう、あの、はい、してくれるんですけど、ありがたいですね、はい、ありがとうございます、あのその中であのよく見受けられるのが、はい、今週もアイゼンさんいじめられてる、あそう、いや本当ね、あの皆さん、あの分かっていただけて僕はとても嬉しい、本当にね、本当にありがとう、はい、ありがとう、あなたのその優しさがこのあのね、あれですよ、いじめられっ子を救いますよ、いじめられっ子、いやだってね、バスローブでこっちたしなむから、はい、ダメとは言いませんけど、いやなんかいろいろ話がおかしくなってるけど俺別にバスローブで紅茶たしなまねえかな、ねえぞバスローブとかうちにまったくよ、勝手なイメージをこうね、本当にね、あー面白い、ああ そしてあれですよ、熱くなってまいりました、はい、参りましたところですけど、あの、はい、皆さんいいですか、実はですね、あのもう時間ないんですけど、嘘、え今日あれはあの、あの今日ね、歌とか特にないんですよ、まあ、さっき歌ったんで許してください、あ、わかった、そうね、うん、はい、あ、一個告知したい、あどうぞ、はい、なんかコデビルさんが、はい、なんか、うん、コデビルさんたちが、うん、あの毎週日曜日の22時30分から生配信、なんだっけな、日曜コデビル劇場とか、おう、うん、そうよくわかんないんですけど、いいネーミングですね、はい、おしゃべりだったり、あのネットショッピングの、まあ、テレビショッピングみたいなのだったり、はい、あのご披露できるものがあれば、うん、と曲もスタジオからあの自分たちだけで生中継なので、気合の入った格好は誰もしてませんので、はい、ライブとはちょっとまた違う感じが見れるってことですね、そうですね、あの忘れられないために、はい、毎週日曜日の22時30分、その前に私が大体アカウント乗っ取って前説やったりするんですけどねはい、はい、なんか定着させたいなって思ってるので、日曜日10時半はツイキャス見てね、見てね、見てねなのか、見てねですね、はい、見てねで合ってます、はい、合ってます、はい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 、はい、というわけで CM でーす、
はい、というわけで CM 開けましたけど、いまだにこの人紅茶パスローブ紅茶パスローブ紅茶とパスローブしか言いません。はい、というわけでですね、まさかの、 占いで30分、いやでもこれさ、いつもさ、いろいろ、ね、内容濃いからつって占い頑張って短くしてるけど、はい、何にも気にしなかったらこの尺なっちゃうよね、これね。いやまずいですね、いろいろイメージがね、はい、占い番組、運命か、運命番組に、運命番組、なんかね、アイゼン君のイメージがね、ダメ、半分笑ってしまうからダメなんですよ、ね。はい、というわけで今週は紅茶とバスローブと、ジェニコ笑いが止まらないの巻でした。はい、さあでは行ってみようかな。この番組は台湾みたいから、車で5分、ミシュランガイドにもらっているメールアーツコンボレビー B地下鉄コーナー大公園駅から徒歩2分、本庄教室の中心にレッスン受付中、バスローブの先生もおりますよ。いないよ仙台の音楽教室ならラクアミュージックスクールの提供でお送りしました。はい、というわけでですね、はい、まあもうまだ止まらないみたいですね。はい、というわけで、今日は姉さんの笑い声とともに、お別れしたいと思います。バスローブで DTM 講習、はい、ひでえな。ないよ、大丈夫だよ、そんなことはありませんからね、ちゃんと服着てますから皆さんご安心ください。はい、というわけで来週には姉さんのお笑いが止まってるのでしょうか。それでは皆様、よい週末を、お疲れ様でした、また来週、バイバイ。